うやばと共にトイレ行ってきていい行ってきてください。え、一人ぼっちになっちゃった。え、喋れてない？今完全にとわちゃんと今めっちゃ自然に頑張って喋れてるけどめっちゃいい感じだが、これ今本当にとわちゃんいないのかも。バカー、いないわ。バカー、アホー、いないわ。悪魔天使いない。寂しいな、なんか一人だと一人だとなんか寂しい。早く戻ってきて、早く戻ってきて。どっちだ。おいおいおい、あー緊張したマジで。トークデッキがないから。たーちゃんのいいところ、優しい、明るい、喋りかけてくれる。なんか一人でも喋れなくなってきちゃった。ほらか、あ、壊れちゃった。お待たせー。あれ、おかえり。そういうテンションじゃない。おかえり。イエーイ。すごいね。って、私もさ、お水取ってきたんだけど、もう水筒の中空っぽ。いいよ、行きますか。え、はい。あ、今行ってきたのかな。行きますかで行くのか。え、でも動いてたよね。動いてないか。動いてるんだよね。いなさそう。ということで皆さん、こういうピーホレ、妙気性の特に田様です。最近はですね、スターテンドという、1年ぐらい前にね、いにしえの、グループを組ませていただきまして、まあ、エペックスの戦いで出たんですけれども、まあそこのね、いろんなね、熱い戦いをしたりとかね、いろいろね、チームというものはですね、いろいろそのありますから、まあそれまではミナとアクアさんとは一切の絡みがございませんでして、連絡しても帰ってこないみたいなことがありましてですね、本当に困ったなって思った方なんですけれども、まあこちらとしては絡みやすいなと思っている所存でございます。チョコレートを食べたくてですね、箱を開けようと思ってるんですが、いつまで経ってもこのシールが剥がれない、本当に爪が剥がれるのか、シールが剥がれるのか、どっちなのかと聞きたいところなんですけれども、私はこのチョコレートが非常に食べたい。なので、こちらのシールに勝てるように今爪を強化しているところでございます。ノンストップで喋っておりましたので、唾がのどちんこに刺さりまして、今咳が出ましたね。わーということで、みなとさんが帰ってきたので、振りたいと思います。はい、どうぞ。なんでバレたの？動いてるやん。なんか食っとるやないか、お前。わかってたんだ。ミラーリングやん、ミラーリング。私のが先だったよ。好きな人のことをミラーするってやつだよね。ミラーリング、私のが先だったよ。そうちゃんミラーリングやん。うわ、好きなんだ。ミラーリングって言葉、ミラーリングしてるやん。っていうのミラーリングしてるやん。どういうこと？